ルールポケットは第二次世界大戦末期の1945年3月から4月にかけてドイツのルール地方で行われた包囲戦である。これは西部戦線におけるナチスドイツの最後の組織的抵抗であり30万人以上の兵士が捕虜となった。1945年3月連合国軍はライン川を越えた。ルール南部のオマールブラッドレイのアメリカ第12 軍集団による崩壊したドイツ軍の追撃の結果、アメリカ第一軍は、レマーゲンでライン側にかかるルーデンドルフ橋を確保した。ブラッドレート配下の部隊は1945年3月7日に迅速に溶かし、橋が10日後に崩落するまでに、共闘法を広げた。ルール北部では1945年3月23日、モントゴメリー元水のイギリス第21軍集団が、 フランダー作戦を行い、レースとベーゼルでライン側を渡った。ライン側の都下によって、二つの軍集団は、ドイツ内部に展開することになった。南部ではアメリカ第三軍が東に向かい、第一軍は北東に向かいルール包囲網を、南側から形成した。北部では、イギリス第21軍集団が、東と北東に向かうま、バルジの戦い以降、モント・ゴメリーの第21。 軍集団に属していたアメリカ大級軍が南東に向かい包囲網を北側から形成した。連合国軍に対したのは疲弊した国防軍と少数の SS の教育部隊、大多数の国民突撃隊と12歳の少年から構成されるヒトラー・ユーゲントだった。二つのハサミの戦闘部隊は1945年4月1日にリップシュタットの近くで合流した。 4月4日、包囲網が完成し、第9軍はブラッドレーの第12軍集団に復帰した。ルールポケットには、ドイツ国防軍の21個師団からなる B 軍集団の43万人の兵士とおびただし、爆撃で破壊された都市に閉じ込められた数百万の市民がいた。主な作戦が中央及び北部ドイツに向けられた間、アメリカ軍は包囲網に集中しそれを細かく、 分断した。1945年4月12日、アメリカ第一軍と第9軍はポケットを南から分断し、東側のドイツ軍は翌日に降伏した。西側は1945年4月18日から4月21日にかけて弱く抵抗し続けた。バルター・モーデル元帥は降伏することでアドルフ・ヒトラーへの死ぬまで戦うという、 個人的制約を破るよりも、デュースブルクの南部の森で自決することを選んだ。デュッセルドルフのドイツ人ハンナチス抵抗グループは、デュッセルドルフのさらなる破壊を避けるため連合国軍に降伏しようと試み、この行動は、アクツェオオンラインラントと呼ばれている。しかし、SS 部隊はレジスタンスを鎮圧し、関係者を処刑した。ゲシタポによる外国人労働者や、 政治犯の処刑は2月から行われていた。レジスタンスの行動により、別の800機の爆撃機による死のさらなる爆撃は回避された。デュッセルドルフは大きな戦闘なしに4月17日にアメリカ軍により占領された。ルールポケットで生き残った32万5000人のドイツ軍将兵と若干の民間人は、ライン牧草地キャンプとして知られる一時収容施設に収容された。 ありがとうございます。